廊下から音がした。廊下廊下、これなんかあるよ、なんかある、ローズがある、これこれもらっとく、これウィザーのバラって、ウィザードバラ、ウィザードバラ、ブリザードフラワーみたいなこと、わかんない、行ってみよう、わかんない、よし行ってみよう、行ってみよう行ってみよう、早く帰ろう、そうだよ早く帰ろう、わこれある、ん、なんだこれ、またなんかあるよ、怪盗、怪盗とリセットだって、また謎謎問題だ、あれじゃん、キッチンと同じ再現してくださいのやつじゃん、あーそういうことね、あでも今回簡単だ、植木鉢だって、植木鉢の位置だ、え、どこだっけ、分かんない、なんか普通にポン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 って置いてた気がするけどね、ね、じゃあポン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 、どうだ、完成、違うって、ちょっと青じゃあ下見てくるわ、しんちゃん、オッケー、ちょっとじゃあ葵ちゃんの言う通り置くわ、うん、行ってくるね、頼んだ、すごい葵ちゃん、ん、ちょうど真下なんだ、ほんとだ、へえすげえ、じゃあ葵ちゃん頼んだ、まず、うん、タオルがかかってます、うん、タオルかかってる、端にタオルがかかってる方と、うん、真ん中にタオルがかかってる方があります、あります、で真ん中にタオルがかかってる方の、うん、タオルの前に1個、はい、じゃあ真ん中タオルを正面にするね、そう、じゃあ前に1個ね、ここね、タオルの前に、そう、はい置きました、その左隣に1個、うん、左隣、はい OK 置きました、3×3 の、うん、真ん中、うん、の、うん、右、右ね、オッケー、うん、はい、右置きました、左の一番上、うん、オッケー、はい置きました、どうだ、よし行ってみるぞ、行くぞ、いけー、解答、お開いた、おいちゃん、扉開けて、扉開けて、おいちゃんなんかいる、何がいんの、なんかいるよ、本当だ、誰、誰だろう、家主かな、俺あ人見知りなんだよね、うわやべえ、なんか怖いんだけど、葵ちゃん、葵ちゃん、中いっぱいいる、中いっぱいいる、動かないよねこいつら、チェスト見ますね、すいませんチェスト見ます、はい、怪盗、怪盗だって、また問題だよこれ、頭もらえる、あ頭、逃げる、見て、あ逃げるです、違うだろ、逃げるです、ミゲルです、何どういうこと、このボタン何、いやこれミゲルって書いてる、こいつ名前ほんとだ、こいつミゲル、こいつ勝吉、あ勝吉の頭もらっぴ、勝吉、カボちゃん、カボちゃんの頭もらっぴ、スティーブ、スティーブの頭もらっぴ、いやカボちゃんがいいな、俺カボちゃんの可愛いな、カボちゃんでーす、違うんだ、そんな遊んでる場合じゃないよ、何何何、どういうこと、どういうことだ、このボタンは、ボタンは何、わかんない、別に何も問題とかないの、押してみていい、じゃあいいよ、お、カボちゃん今日は罰ゲームであいつと電話をする日だ、めんどいな、今日も仕事をして疲れてるのに、そういえば勝吉が15時15分に一人で公園にいたな、勝吉が15時15分こいつか、勝吉が15時15分に公園にいたらしいよ、じゃあ勝吉押してみよう、うん勝吉押してみよう、俺は今日仕事帰りにミゲルと一緒に公園に行った、だけどあいつ用事があるからといって30分遊んだら走って帰ったんだ、だからその後一人でサッカーをした、ということは15時45分にミゲルは帰ってたことかってことじゃない、では、はい、あの人と電話をする約束があったから勝吉と遊んだけどすぐに帰った、20分間走って15時45分に家に着いたんだ、疲れたな、15時45分に、あ、ということは15時半まで遊んでたってことか、俺は13時に飯を食ってその後ジムに行った、ジム帰りにミゲルが走ってどこかに行くのを見た、確か15時40分だったな、難しい、なんか出てきたよ、ほんとだ、なんか出てきた、なんか出てきた、チェストが、なんだこれ、あ、紙と暗号その4来た、一人が嘘をついている、その人が犯人だ、紙に犯人の名前を書いて怪盗のチェストの左上に入れよう、だって、はぁ、あ、はぁ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 、なるほどね、一人嘘ついてるって、誰が嘘ついてるってことか、うん、
ちょっとごめんね、ちょっと顔をちょっと戻すわ、分かりにくいわ。スティーブが13時にご飯を食べてその後ジムに行った。ジム帰りにミゲルが走ってどこかに行くのを見た。でその時間が15時40分。はい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 、ミゲルが走ってるの見たのが15時40分。あの人と電話をする約束があったから勝吉と遊んでたけどすぐに帰った。20分間走って15時50分に家に着いた。ってことは勝吉と15時半まで遊んでたんじゃない？なるほどね。15時50分に家に着いた後誰かと電話をする約束があったらしい。はい。今日は仕事帰りにミゲルと一緒に公園に行った。だけどあいつ用事があるからといって30分遊んだら走って帰ったんだ。だってだから電話をする用事があったんだろうね、ミゲルは。で30分遊んだらって書いたから、勝吉とは15時半まで遊んでたから、勝吉とミゲルが遊んでた時間は15時から15時半だよ。今日は罰ゲームであいつと電話をする日だ。だからあれだ、カボちゃんとミゲルが電話するんだ。そういえば勝吉が15時15分に一人で公園にいたな。だからおかしいよね、勝吉とミゲルは15時から15時半の間は遊んでたんだよ。なのに勝吉が一人で公園にいたなってことはカボちゃんじゃない？嘘ついてるの。そういうことかな。じゃない？だって勝吉とミゲルが遊んでたのにさ、一人で公園に行ったなっておかしくない？こいつだよ、嘘ついてるの。カボちゃんだ。じゃあカボちゃんだ。カボちゃんだ。なんなのだね、罰ゲームってどんな電話なんだろうね。わかんない。わかんない、難しい。なんかいじめられてんのかな。いじめられてんのかな、カボちゃんだけ。わかんない。でもどんないじめなんだ、ミゲルと電話するのがそんなに嫌なのかな。仲悪いとかかな。あ、仲悪い同士で電話させられたんかな。カボちゃんで入れます。ほい、はい。おお、カボちゃん消えた。正解だって。やったー。出れるかな、これで。出してくれるかな、カボちゃん。あれ、カボちゃんは、あれ、カボちゃん、カボちゃん、はっ、何、どうした、葵ちゃん。見て、あ、カボちゃん行って。え、なんて俺なんだよ。いいから行って。なんでだよ。お願い、早く。なんでだよ。早く行け。なかったよ。あ、待って、カボちゃん動いてるよ、葵ちゃん。嘘、ほら、動いた。本当だ。え、どこ行くんだろう、カボちゃん。どこ行くの、カボちゃん。あ、待って、カボちゃん動いてる。どこ行くんだろう、あいつ。どこ行くんだ、あいつ。行ってみよう。カボちゃん、逃げて。早い。やっぱあいつ、いじめられてるから、逃げ足だけは抜群に速い。かわいそうじゃん。イエーイ、走れー、あいちゃん。はっ、やばいって、あいつ。はやー、はい、びっくりした。めっちゃ速い、下行った、カボちゃん、下行ったよ、あいちゃん。いけ、ゴー。待って、このバラもらっとこうぜ、バラ取れた、よし、オッケー、バラもらっとこう。ペットを、よし、行け。ゴー。おー、めっちゃ動く。あ、いた。あれ、カボちゃん。向こう行った。あ、いなくなった。待って、これバラもらっとこう。バラがね、結構至るとこあるからさ、これもらっとこうぜ。何？動かない、おいちゃん、動かなくなったよ。行け、早く。なんで、お前行けよ。行けよ、早く。なんで。地下に降りた。地下に何かあんのか。待って、暗いよ、おいちゃん。行ってみよう。これ、脱出できるのかな。行けー。もう、いや、なんでだよ。待って。何ここ、これ閉めれないの。バカ、閉めれ。おい、降りてこい。おい、もう何してんだ、葵ちゃん。もうなんだここは。なんか地下施設だよ。ここでいじめられてたのかな、カボちゃん。カボちゃん、なんで嬉しそうなんだよ、お前。なんかやばいよ、なんか血があるよ。あれは
な何よし？あれはまたよし。またよし。あれまたよしだ。しばらく見ないうちに骨になってる。そうそう、またよし骨になっちゃった。え？あ、こっちにもいるよ。誰よしこれ？これはかなよし。かなよし。かなよし。ちこっち見てみよう。あ、え？ここにもいる。何よし？棚よし。棚よし。うん、棚よし。ここにもいるよ。こっちにもいる。これは何よし？もうさ、ネタ切れじゃん。ちょっと葵ちゃんこっち行ってみよう。こっち行ってみよう。じゃあこっち行ってみようぜ。あ、これ脱出できるんじゃない？いけそう。ほら、行こう早く戻ろう。行こう、葵ちゃん行こう。あ、脱出葵ちゃん、スーパー。あ、待って、怖い。葵ちゃん、俺が殺したとしてしまった以上、お前はここから出すことはできない。出たければ俺が家に忘れてしまった黒バラを4つ持ってこい。え、怖い。カボちゃん、葵ちゃん、あれ、葵ちゃんの頭が見える。あ、閉じ込められた。なんでお前そこにいんだよ。葵ちゃんなんかシェルカーボックスの中に入ってる。なんかいる。なんかいるんだけど。なんで何でも入ってんだよ。何でも入ってんだよ、その中に。これどういうこと？なんで？これあ、戻ってこれた、戻ってこれた。うわ、待って、真っ暗になった、これ。葵ちゃん。本当だ。え、怖い。なんか音、待って、バカバカ落としてる。怖っ。え、待って、やばい。怖い、葵ちゃん。見て、ロイヤル扉が開いてる。これ開いてる。これすごい。なんか、オートメーションになった。すごい。黒いバラを探せってよ。いや、でもしんちゃんバラ持ってたじゃん。ね、あと1個ない。3個だけしか持ってない。え、嘘。あと1個どっかにあるんだよ、おいちゃん。探そう。上かな。ちょっと上行ってみようか。どこにあるのかな。鼻切りバサミ持ってる。鼻切りバサミもらったカボちゃんに。え、どっかにあんのかな。じゃあどっかにあんのかな。庭行ってみよう。行ってみよう。ゴンゴン。雨降ってる。本当だ。ないな。庭ありそうだったけどね。ありそうだよね。ないのかな。あー、さあ、そうだね。こっちは書斎は？あ、怖い。あ、書斎にあったよ。あれ、あの黒バラ取ってなかった。あ、青が来たところか。そう、ここだ。よし、行こう。カボちゃんにあげよう。カボちゃんいたわ。入れるよ。なんでこれが必要なんだろう、こいつは。黒いバラ。ありがとう。お前をここから出してやるよ。お、玄関の鍵ゲットした。ラッキー。よし、行こう、アイちゃん。よくわからないんだけど、よかった。なんだろう、好きなのかな、あのバラ。わかんない。バラが好きなんじゃない？なんかあれじゃない？ワンピース的な感じでさ、実は4人の友情があったんじゃない？あの、ほら、あの、バツつけるじゃん、腕に。あんな感じで黒いバラがあれだったんじゃない？友情の証だったんじゃない？そういうこと。でもなんか殺したのをそんなんで見逃してくれんの？うん、多分そうだよ。友情の証を渡してあげたんだよ、きっと。よし、行くよ、おいちゃん。うん。うわ、やったー、おいちゃん。ちょっとバイト先戻ろう。急ごう。帰ろう、早く。よし、帰ろう、おいちゃん。急げ、しんちゃん。急げ、葵ちゃん、もう真っ暗だよ。やばいよ、店長に怒られる。急げ、葵ちゃん。お店閉まってる。お店閉まってるじゃん、葵ちゃん。ねえ、閉まってる。